さん、こんにちは。今日は2023年1月22日、日曜日でございます。私は今、京王線に乗ってるんですがね、ここで緊急事態発生。というのも現在、京王線っていうのはね、この先武蔵野台駅付近で発生した沿線火災の影響で東府中、調布間で運転を見合わせてるみたいなんですよ。今回私はこの先も京王線に乗っていく予定だったんですがね、このままだとどう頑張っても東府中までしか行くことはできません。で、こういう時っていうのは振り替え輸送を使っていくっていうのが定番なんですがね、今回はこれ前からずっと疑問に思っていたことなんですがね、この先の府中駅って駅から調布駅までね、路線バスで行きたいと思います。というのも府中駅から調布駅までっていうのはね、駅数で言うと6駅なんですかね。特急っていうのは途中の駅を全て通過するため所要時間っていうのは4分程度、各駅停車でも10分ちょいぐらいあれば着いてしまうんですよ。そんなところを路線バスで行ったら何分かかるか気になりますよね。ということで今回は府中駅から調布駅まで路線バスで行ったら何分かかるのか検証していきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。そしてまもなく到着するこの駅が府中駅、そして私が今乗っているのは特急なんですかね。特急っていうのはこの駅で運転打ち切りとなるようです。というのも運転見合わせ区間の会社の駅である東府中駅っていうのはこの府中駅の一つお隣の駅なんですかね。東府中駅っていうのは特急は通過しますからね。だからこの先東府中に行きたい人、また東府中間の移管できる京王競馬場線に乗りたい人っていうのはね、向かい側に停まっている各駅停車が東府中まで運転してくれるんでね、そちらの電車に乗り換えてくださいとのことでした。まあでは私はこの駅で降りたいと思います。そして東府中駅に到着。ということで高速県ご新宿までね、列車中発車予定なんですけど、ね、ここでね、僕が行けないとなるようです。ではね、私はね、今からね、府中駅から出てね、まあ、こうバスでね、途中駅までね、向かいたいと思います。いや、これ何時間かかるんだろう。まだね、これね、さすがね、仮設の、ね、外に、ね、出ていきたいと思います。私はね、府中駅を外に出てきました。そしてね、これもらってきましたよ、振り返るその紙。今ではね、こう行きたいと思います。ちなみにね、これ私のカメラの残りの残量は 7% です。そして私は京王バスの一番乗り場までやってきました。まず最初に乗っていくバスっていうのは京王帝都バスの武蔵小金駅南口駅。武蔵小金駅っていうのは中央線の駅。調布駅とは全然方向が違うんですが、まずはこのバスに乗っていきます。ちなみに今回来たのは京王帝都バスのなんかリバイバル塗装のやつでしたね。そしてバスは府中駅を発車。ではまずはこのバスに乗って途中前原町ってところまで乗っていきたいと思います。ちなみにさっきも言いましたが、このバスっていうのは調布駅とは全然違う方向に進んでいくバス。このバスっていうのはだいたい調布駅に向かって垂直に進んでいくんですね。しかしこれがバスで行く最速ルートとなっています。では府中調布間のバスの旅の始まり。私は前原町で下車。ではここまで乗ってきたバスを見送ります。バスはね、この前原町に着いたんですけど、やばい、これ何もなさすぎる。これね、私ね、ここでね、これお昼ご飯とね、これあんまよくばね、こうコンビニで、ね、モバイルバッテリー買おうと思ってたんですけど、やばい、なんもないよ。まあではね、まあ、とりあえずね、これここでね、次のバスに乗り継がなきゃいけないんで、ね、こう次のバスにね、こう乗り換えていきたいと思います。そして奥からやってきたのは乗り継ぎのバス。そう、これバス1本で行くことはできないんですね。今やってきたのは調布駅北口行きのバス。これに乗って目的地調布駅まで向かいます。そしてバスは前原町を発車。ちなみにここまでの所要時間っていうのは約30分。もうこれ電車だったらとっくの昔に調布駅に着いてますからね。いかにバスが時間がかかるかっていうのがわかるかと思います。まあではこのバスで目的地調布駅まで乗っていきたいと思います。
った渋滞も抜け越え、ついにですよ、まもなくバスは終点長平駅北口に到着いたします。いや、ここまでこれ結構時間かかりましたね。これ何分かかったかっていうのはバスを降りてから発表したいと思います。そして向こうに見えるのが調布駅北口の駅前ロータリー。いや、これ府中駅からかなり時間がかかりましたが、まもなくバスは終点の調布駅北口に到着いたします。バスは終点の調布駅北口に到着。いや、そしてこれめっちゃ時間かかりましたよ。今これ時間を見たらね、これなんとね、府中駅を出てからね、こうかかった時間っていうのはね、1時間10分。いや、これ電車でね、こう特急とかやったらね、これ10分もせずに行けるところがね、こう1時間10分かかってきたって、これなかなかね、これやばいですよね。でも今回っていうのはね、これなかなか貴重な体験をすることができました。皆さんもね、まあ、こういうね、なんかあった時じゃなくてもね、まあ、こうたまにはね、まあ、こういうね、まあ、ちょっとね、まあ、イレギュラーな移動とかっていうのをね、こうやってみてもね、こう面白いんじゃないでしょうか。まあ、ではね、この動画はここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。